はい、こんにちは。昭和の男でございます。今回はですね、中森明菜さんのタトゥーについてのですね、動画をちょっと上げてみようと思います。中森明菜さんについてはですね、わざわざこの動画で言うまでもなく、1982年に、デビューしました。まあ、スーパーアイドルですよね。まあ、アイドルという言い方がいいのかどうかわからないですけど、まあ、当時はテレビに出て歌を歌ってる可愛い女の子たちっていうのがアイドルと一括りになってました。ですので、まあ、アイドルとしてデビューしたっていうのは、まあ、間違いないと思うんですけども、まあ、その後ですね、歌手としてもどんどんですね、素晴らしく成長していく方なんですけども、で、私自身、中森明菜さんは好きだったんですけど、大ファンっていうわけではなかったんですね。デビュー当時っていうのも、そんなには、気にはしてなかったんですけど、サザンウィンドぐらいからですね、曲がいいなと思い始めまして、まあ、他の動画でも、玉木さんの動画で上げてるんですけども、すごくかっこいい曲だなと思って、で、その後、どんどんと私の好きなタイプの曲が続くんですね。しかも、中森明菜さんだったから余計惹かれたと思うんですよ。曲の良さだけではなくね。だから、ずっと、こう、中森明菜さんの曲を追っかけていくようになっていくんですけども、まあ、ある時期になってくるとですね、私も、まあ、部活が忙しかったり、受験ですね。あと、大学に入って、もう、バイトやったりですね、外で遊びに行ったりして、テレビを見なくなるわけなんですよ。で、明菜さんとかですね、当時活躍していた生徒さん、聖子さんとかもそうなんですけど、どちらかというと、テレビをね、メインでこう活躍していたので、あまり私、だんだん追っかけなくなってくるんですね。まあ、巷では流れているんで、曲は知っているけどっていう程度になってしまうんですよ。で、音楽っていうのも、自分の好きな音楽を買う、聞くだけ、もう CD とか買って、だからあんまり外のから入ってくるものに、そんなに敏感でなくなっちゃうので、明菜さんもね、こう、あまり追わなくなってきちゃうんですよね。で、タトゥーっていうのが出てたっていうのを知ってたんですね。で、テレビ見ても、あ、今回はこういうような衣装で、ちょっとこういうコンセプトかなっていうぐらいで、そんな気には留めてなかったんです。でですね、私が社会人になってですね、しばらくしてから、中森明菜さん、こんなに素晴らしいアルバムを出すんですね。これはですね、歌姫ダブルディケードっていうアルバムなんですけど、私が好きだった10代の頃の明菜さんの曲をね、いっぱいカバーしてるんですよ。セルフカバーなんですけどね、飾りじゃないのよ涙とか、単語のワールとか、ミアモレとか。こう入ってるんですけども、アレンジも新しくし直して、歌い直しているんですけども、そのアレンジもオリジナルのイメージを崩さないようにしているので、すごく聞きやすいんですね。私の嫌いなセルフカバーっていうのは、ポップだった曲がボサノバ調になってるとかね、そういうの嫌いなんですけども、これはね、そのままで今のサウンドになって、すごいいいんですよ。で、2曲目にタトゥーが入ってます。で、1曲目はインストゥルメンタルなんですね。で、そのインストが終わるとすぐにタトゥーはですね、バンと始まるんですけど、そのね、出だしがね、かっこいいんですよ。まあ、当時の出だしなんですけども、あれ、この曲こんなにかっこよかったんだと思ってね。で、動画で見たんですけど、これ見て、明菜さんすごいじゃん。当時はね、私はもう部活かなんかに忙しくて、あんまり気には留めてなかったんですけど、この人すごいなと、あのね、タトゥーの動画見て思ったんですよ。で、どうすごいかっていうのはちょっとね、またお話しさせていただくとして、曲についてちょっとお話をしましょう。このタトゥーはちょっとカンニングさせていただくと、1988年5月18日に、リリースされております。で、作詞がですね、森ゆり子さんという方ですね。私ね、この方ね、ちょっとあんまり存じ上げてないんですけども、作曲がですね、ヨーロックスっていうで、バンドがあったんですけど、そのバンドの中の、関根杏里さんという方ですね。これ杏里さんなんですけど、男性の方ですね。ヨーロックス、なんかアニメの曲とかも歌ってるみたいですが、私もあんまりちょっとちゃんと曲聞いたことないんですけど、あの、不思議っていう中森明菜さんのアルバムで一緒にやられて、まあ、今回も曲を作ることになったみたいですけども、で、チャートでもですね、オリコンで1位も取ってますし、売り上げもね、良かったと思います。で、中森明菜さんのこの曲のどこがすごいかなと思うのは、一番思うのはね、踊りとあのスタイルですね。それまでも踊り上手いなとは思っていましたけど、そんな派手に踊るのはなかったですし、どっちかというと振り付け振りだけしてるっていうのが多かったと思うんです。まあ、メインは歌だったんでね。で、まあ、どちらかというとロングドレスを着て、こう体の、まあ、上半身は出てましたけど、下のラインはあんまり出ていない
感じだったと思うんですけども、この曲でではですね、ボディコンのですね短いスカート履いてっていうの、思い切った服装ですよね。なんかネットとか見ると明菜さん嫌だったみたいですけども、まあ彼女自身もセルフプロデュースをしてこれをやるって決めたので、覚悟を決めてね、まあこのミニスカートに挑戦したみたいなんですけども、素晴らしい体型ですよね。なんで今まで隠してたかっていうぐらいにすごいんですよ。で、踊りもめちゃくちゃうまいですよね。で、パフォーマンスとして、歌ってる YouTube の見ると、すごいんですよ。歌、踊り。で、この表現力がもう、一つのね、なんかドラマ見てるぐらいに、素晴らしい。ショーですね。ドラマっていうか、ショーを見てるような感じで、すごいんですよね。それまでの曲もいいですけど、これはちょっと私にとって特別な感じなんですよ。で、かっこいいですよね。踊りで、ゴーランっていう、ゴーランっていうとこあるんですけど、あれかっこいいし、踊りもなんかこう、曲と曲の間でこうやるじゃないですか。あれも、なんかこういう感じ。こう、ちょっと映らないな、うまく。こういう感じのが、めちゃめちゃ良くて、そこをすごい注目してしまうんですけども、何本か動画上がってるんですけども、振り付けもね、なんかその曲間の振り付けもちょっとね、まあ舞台の大きさもあるのかもしれないですけど、ちょっと微妙に違ってたりしてね、いいですよね。で、衣装も、赤だけじゃなくて青とか、あと髪の毛も上げてるだけじゃなくて下ろしているとか、なんか中村明菜さんのこうセンスが出てるのかなって思って、すごいかっこいいですよね。振り付けは誰がしたんだろうと思って調べたんですけど、ちゃんと出てこないですね。知ってる方があればね、コメントに書いていただければ嬉しいんですけども、明菜さんぐらいになると多分明菜さんの意見っていうのもかなり反映されていると思うので、踊りももともとできる方、バレエやってた方なんで、多分明菜さんの、振り付けも入ってるんじゃないかなと思うんですけどね。すごい、本当にね、今、まあ、正直言うとこんなこと言うと思ったら、わーって言う人いるかもしれないんですけど、令和の人たちでこういう人っていないですよね。踊りっていうと、なんかアクロバチックで、なんかこう、何人かでガーってやる。ピンでね、こう、どんなにキレキレ踊るかっていうのではなくて、セクシーにですね、パフォーマンスとしてやるか。なんか今の踊りって本当に点数つけれるような、なんかこう、感じの踊りで違うんですね。もっとこう、伝わってくるみたいな、ああいうピンでできる人っていうのが育たないように思いますよね。今のね、ああいうみんなこうグループに入ることに必死になってるような感じがするんですよ。で、ああいうタトゥーのね、動画見るとね、やっぱ昭和のね、アイドルってすごいなって。アイドルって呼べるかどうかわからないんですけども、すごいなと認識しましたね。はい。ということで今回はですね、タトゥーが素晴らしいということで動画を上げてみました。はい。また、明菜さんのですね、曲とかはですね、またこう聞いてちょっと動画を上げたいと思いますので、よろしくお願いします。はい。それでは、バイバイ。